あいつら確か木工作業班の連中。何の用や。分かってんだろ、うちの班長が呼んでる。ちょっと顔貸してくれよ。何なんですかあいつら。西島の兄貴と何の関係が。お前は引っ込んどけ。なんだ後ろのガキは。ん、同部屋の若造か。そうか、お勤め中に忠実な兵隊スカウトしてるってわけか。こいつは関係ない。用あんのは俺だけやろが。まあいい、ついてこい。連れてきました班長。一週間ぶりだな佐江島。やるならさっさとせえ。そう怒んなよ、せっかくのお楽しみの時間なんだからさ。おお、あれだけいたぶってやったのにもうこんなに治ったのか。うわあ、くる。始めろ。西島の兄貴、兄貴、どういうこっちゃ。これ木工班の釘原にやられたんだ。釘原って半年ぐらい前に入ってきたあの気持ち悪いハゲか。理由は分からんが、3ヶ月くらい前から西島は釘原のグループに狙われていた。週に1度か2度運動時間中に呼び出され、継続的に暴行を受けている。大島の奴さん、あんた前からそのこと知ってたんすか。一度西島が鎮痛剤が欲しいと言ってきてな。理由を聞いたんだ。なんで黙ってたんすか。こいつに口止めされていたんだ。同部屋のお前らにはこのことを言わないでほしいとな。くそ、最初から分かったら俺たちが釘原から守ることもできたのに。無駄だ、そんなことしたら俺らまで釘原に狙われるだけだ。それに冴島は自らの意思で無抵抗を貫いているんだ。こいつがその気になればあの程度の連中相手にはなるまい。じゃあなんで西島の親分はやり返さねえんだ。なんか理由でもあるんすか。それは後世が。いや副所長さん、これは単なる事故で俺たちがやったわけじゃ。連れて行け。はい。兄貴、ちょっと待てよ、これには訳が。日村副所長、ちょっとこれはないんじゃないですか。